落ちてさ、死んだと思って気づいたら。死亡したのは橘日向さん。負け犬フリーター指人が殺された。そんな彼がある日、10年前の高校時代にタイムリープしてしまった。いいから逃げよ。てめえは一生俺の奴隷だ。だったら頑張って、それで10年後も私と一緒にいて。東京卍會を消滅させる、それが姉を救う唯一の方法です。潰すぞ。こんな俺にだってな、二度と譲れねえもんがあるんだよ。どうやって死にて。花垣武道、俺はお前が気に入った。全然弱いくせに自分より強い相手に平気で喧嘩挑んじゃうし。俺はずっとあの頃見て。俺にだってよ、弾けねえ理由があんだよ。タケミッチ。タケミッチか。タケミッチ、タケミッチ、こんなとこで弾けねえ。東京リベンジャーズ。俺はお前が気に入った。全然弱いくせに自分より強い相手に平気で喧嘩挑んじゃうし。俺はずっとあの頃見て。